キックオフを前に大勢のサッカーファンが詰めかけたスタジアムには大歓声が響き渡っています。サンシーロからお届けします。今日の舞台はイタリア・ミラノのサンシーロ。天気は晴れ、最高のピッチコンディションで迎える一戦となります。実況は私西岡明彦、解説には福西崇史さんをお迎えしています。セリエ A のこの一戦、 AC ミランがサンプドリアを迎え撃ちます。よろしくお願いします。どんな結果になるかは分かりませんが、見応えのある試合になりそうですね。試合開始が待ちきれません。AC ミランとインテルのミラノダービーは世界的に注目されるダービーです。日本人選手同士が対決したこともありましたね。さあ、ミランのキックオフで試合開始です。こちらがミランの先発メンバーです。フロレンツィとテオがサイドバックに、そしてトップはジルーです。マーカーを抜いた、トナーリー、強烈なシュートでしたね。もう少し内側なら入っていたでしょう。フィリップ・ジュリチッチ、うまく読んだインターセプト。タックルでボールを奪いましたが、タッチラインを割ってスローインです。ミラン得意の形でゴールを奪えるか。ありそうだ、キーパー止めましたが、まだインプレー。クリアしないと危なそうです。これで危機を脱したんじゃないでしょうか。ミランは序盤から先制のチャンスでしたが、惜しかったですね。今のは相手のキーパーを褒めるしかないでしょう。いいところを見ていました。止めた。キーパーが驚異的な反応を見せ、ゴールを許しません。いやー、今のは入っていてもおかしくないですよね。キーパーのスーパーセーブでした。コーナーキックを蹴った。コーナーキックにヘディングで合わせも、わずかにバーの上です。
ジェイソン・ムリージュ。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。ドリブルで運びます。テオ・エルナンデス、隣に渡る。厳しいチェックでボールを奪取します。しっかりボールを保持しています。簡単には取られません。うまくつないでいましたが、ここでボールを失いました。ミラン、前が空いている。ミラン、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ここはインターセプト、しっかり予測していました。テオ・エルナンデス、クロスボールがゴール前。シュートを打つのか。ナイスタックル、ファールをせずよく止めました。はたいて渡すこともできます。あと、スーパーゴールが決まった。味方の選手も驚くようなロングシュートです。これはキーパーも警戒していなかったようですね。思い切りのいい判断で見事にロングシュートを決めてきました。試合が再開されます。ここまではミランの試合巧者ぶりが目立ちます。サイドが空いています。サンプドリアのうまいパス回し、チャンスを伺います。ここでカットインしてきた。狙ってきた。あの選手が止めなければ入ってましたね。高い位置でカットしました。これはナイスインターセプト、チームを救いました。ブラヒム、ゴールに向かっています。入れば同点ですが、セーブした。キーパーのナイスプレー。コーナーからエリア内へ。このコーナーは手前でディフェンダーに当たってしまいました。これはゴールキックになります。ラファエル・レオン。ミラン、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ジルーへ。ジルーが狙うか。入った。
追加点を挙げリードをさらに広げてきました。2点差です。これだけ威力があるとたとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは無理でしょう。すごいシュートでした。このミスは痛い。相手にパスを出しました。さあ前に攻め込んできました。仕掛けていきます。ボールを奪い返しました。カウンターのチャンスです。カウンターから仕留められるか。中央にクロス。ちょっとクリアが小さいか。これはディフェンスの連携がいい。取った。ラファエル・レオン。これはよく見ていました。ちょっと横にそれてしまったか。強烈なシュートでした。ボールが前に運ばれてきました。どんな駆け引きを見せてくれるんでしょうか。攻撃はここまででしたね。相手チームにボールが渡ります。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できていますね。ボールはゴール前。このボールはディフェンスがクリアします。自分で中に持ち込んでいきます。しっかり読んでいた。ドリブルでボールを運びます。オレチャンスでしたが決められませんでした。キーパーが落ち着いて対応しましたね。ボールポゼッションを失いました。ハリー・ウィンクス。おっと裏へ出した。おっとインターセプトされました。味方もサポートに来る。ボールを回しますがなかなか崩れません。ここはブロックして止めた。しっかりとしたディフェンスです。フィリップ・ジュリチッチ。ジルーへ。よく見ていました。ボールはバーの上。キーパーが弾き出しました。ここはコーナーキックになりました。コーナーキックを蹴った。
ここは焦らずプレーしたい。ミランにファウルがあったようです。選手を交代するようです。ボールをカット。ブラヒム、オリビエ・ジルードリブルで進みます。アディショナルタイムが2分追加されました。相手陣内でインターセプト、攻撃のチャンスです。ここはサイドに空いたスペースを使ってきました。いいクロスが中に入った。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。そこで取られてはいけない。前半が終了しました。ミランがリードする形で折り返しです。このチームの本領発揮といった前半でしたね。リーグトップの得点力が爆発しました。こうなるとこの後何点取るのかが気になります。後半も楽しみですね。ミランのキックオフで試合開始です。トナーリ、強烈なシュートでしたね。もう少し内側なら入っていた。いいところを見ていました。止めた。キーパーが驚異的な反応を見せ、ゴールを許しません。いやー、今のはコーナーキックにヘディングで合わせも、わずかにバーの上です。はたいて渡すこともできます。あとスーパーゴールが決まった。味方の選手も驚くようなロングシュートです。入れば同点ですが、セーブした。キーパーのナイスプレー。ジルーへ、ジルーが狙うか。入った。追加点を上げ、リードをさらに広げてきました。2点差です。これはよく見ていました。ちょっと横にそれてしまったか。強烈なシュートでした。攻撃はここまででした、ね、ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できて。ボールはバーの上、キーパーが弾き出しました。ここはコーナーキックになりました。残りは45分、サンプドリアのキックオフです。シュート。再びシュートチャンスになるか。ここでなんとかボールに寄せてきました。ここはボールをキープ。ディフェンスをものともしません。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。
このコースは読まれていたか。サンプドリアがパスをつないでいく。2点のビハインドから流れを変えられるか。決まった。これで1点差です。同点に追いつけるかもしれません。強烈なシュートを叩き込みましたね。キーパーはノーチャンスといった様子でした。テオ・エルナンデス。アレッサンドロ・フロレンツィ。ここでトモリ。テオ・エルナンデス、見事なタックルです。前に進んでいます。絶妙なパス。チャンスでしたが活かせません。打ってきたぞ。ゴール。ミラン決めました。このシュートはすごい威力でしたね。ボールの芯を捉えています。これは波のキーパーじゃ取れないでしょう。パスをカットします。狙えそうだ。タックルでしのいだ。しかしこれはまだピンチか。ボールを運びゴールに襲いかかります。外に出てゴールキックです。選手を交代させるようですね。ラファエル・レオン。テオ・エルナンデス。止めた。素晴らしいヘディングです。ゴールシーンをリプレイでご覧ください。キーパーはうまく反応しましたがシュートが上回りましたか。この展開は予想できませんでした。ボールを失いません。味方が上がる時間を作ります。素晴らしいタックルです。
ボールポゼッションは相手チームです。相手陣内でインターセプト、ジルーにスルーパス、キーパー止めた。危ないシュートを止めましたね。お見事です。選手を変えるようです。コーナーキックを蹴った。これはクリアしきれていません。ピンチが続きます。レフェリーはアドバンテージを見ていましたが、ここでファールを取りました。フリーキックです。フロレンツィ、ここでボールをダッシュ。今のはいいタックルでした。ガビアディーニ、パスをカット、いい読みでした。アレッサンドロ・フロレンツィ、通っていたら危ないパスでした。ナイスカット。ドリブルで進んでいます。トナーリ、キーパーが止めた。得点ならず。コーナーからエリア内へ。このピンチはクリアでしのぎます。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。そう簡単にはボールを渡しません。おっと、インターセプトしました。ジルー、キーパーはいい反応ですね。ここはダイビングセーブでしのぎます。ボールが中央へ向かう。頭で合わすもボールは枠の外へ。理想的な位置に入らせてもらえません。相手の選手がパスを出した先にいました。試合終了まで15分です。体を入れてボールを守っています。狙う。シュートはキーパーがセーブ。コーナーキックが入ります。クリアが足りないか。
プレッシャーをかけられてもボールを渡しません。カウンターを狙います。上がっていけるか。ウィンクス前に進んでいます。これはミスになりました。ボールが外へ出ています。タックルでボールをダッシュ。ナイスプレーです。試合終了まで10分も切りました。テオ・エルナンデス、ここで取り返します。ラファエル・レオン、裏へのいいパスが出た。キーパーがスーパーセーブを見せました。ピンチを出しています。いやー、あれを止めますか。いい反応でしたね。コーナーからエリア内へ。ちょっとクリアが小さいか。これは危ないですよ。これは強い。ボールをしっかりキープ。フィリップ・ジュリチッチ、バルトシュ・ベレシンスキー、プレッシャーにも負けずボールを守っています。おっと、今のはオフサイドのようです。ボールはラインを割っています。コントロールを誤ったようです。これは見事なパスカットです。このタックルはファールを取られます。おそらくイエローでしょう。イエローカードはサンプドリア。厳しくいきましたからね。これはしょうがないでしょう。アレクシス・サレマーカーズ、ボールを運んでいます。このシュートはどうだ。キーパーが止めた。これは素晴らしい反応です。ゴール前に入れた。ボールをはっきりクリアしたい。見事なブロック。またもコーナーです。ボールはゴール前へ。おっと、これはちょっとクリアが甘いか。素晴らしい読みでインターセプトしました。さて、アディショナルタイムに突入です。時間は5分。中を狙ってきました。キーパーが止める。シュートを許しません。エリア内へ向かうか。キーパーが外に弾き出しました。
ジルー、危ない場面でしたがクリアしました。ここは体を張ってボールをキープ、奪われません。相手がいるところにパスを蹴ってしまいました。ジルーへ、ここで試合終了です。勝負を制したのはミラン、勝ち点3を獲得です。さすがはリーグトップの得点力を誇るチームですね。今日も相手を寄せ付けない強さを見せてくれました。入れば同点ですが、セーブした。キーパーのナイスプレー。ジルーへ、ジルーが狙うか、入った。追加点を挙げリードをさらに広げてきました。2点差です。攻撃はここまででした。ゴールキーパーがダイビングセーブ。しっかり集中できて、ボールはバーの上、キーパーが弾き出しました。ここはコーナーキックになりました。サンプドリアがパスをつないでいく。決まった。これで1点差です。同点に追い、打ってきたぞ、ゴール、ミラン決めました。テオ・エルナンデス、止めた。素晴らしいヘディングです。相手陣内でインターセプト、キーパー止めた。危ないシュートを止めましたね。お見事です。キーパーが止めた。得点ならず。ジルー、キーパーはいい反応ですね。ここはダイビングセーブでしのぎます。裏へのいいパスが出た。キーパーがスーパーセーブを見せました。ピンチを出しています。いやー、あれを止めますか。いい、ボールを運んでいます。このシュートはどうだ。キーパーが止めた。これは素晴らしい反応です。キーパーが止める。シュートを許しません。